はい、ですね、今日ちょっと早速やっていければなと思うんですけれども、今日はまあ、日本の方がこう経営されているそのフィリピン の英語の学校に来てるんですけれども、結構その韓国の方が経営されている大きなフィリピン その学校とかに来ると、割とこう教材がイングリッシュグラマーインユーズとか、まあ、そういう感じでこう、まあ、最初から全部英語って感じだと思うんですけれども、スターゲートさんはこう日本人の方でその TOEIC の その満点を取られているような先生とかが、例えば一番最初その日本語で英語の文法を教えるみたいなことをしてて、でその上でそのフィリピン人の先生が英語で英語を教えるとか、そういう感じでこうなかなか最初いきなりこういきなりこう英語で英語をやるっていうのがこう割とハードルが高いなっていう方でも結構安心してまあ、通うことができる英語学校ということで、まあ、今日ちょっと一通りこう教室とか見せていただくので、まあ、ちょっと YouTube でどんどん見せていこうということで、まあ、お食事含めてですね、ちょっと今日一通り撮っていければなと思いますので、よろしくお願いします。はい、早速ちょっとですね、お食事をいただければなと思います。日本人系の学校で日本人の方にこう合わせて作ってるっていうそのところもあって、非常にこう美味しそうな感じで、焼きそばとかあったんですけど、させていただきます。こんな感じです、美味しいですね。普通にこう日本人の口に合う、結構こうやっぱりこう韓国の学校さんとかだと、まあ明日とかもちょっと伺うんですけども、割とこうその韓国料理風のものが多くて、生徒さんも韓国の人が多いんで、まあ、韓国料理っていう感じなんですけども、本当にこう日本で出てくる食事そのまんまっていう感じですね。非常に美味しいです。これかき揚げですね。いただきます。普通に美味しい。日本で食べるのと何も変わらないです。食事って結構大事で、やっぱりこう食事が合わないとなかなかこう留学生活大変っていう人結構多いので、やっぱり食事が普通にこう日本で出てくる食事と同じっていうのはすごいありがたい。スープもあります。こんな感じなんです。日本の味付けです。とても美味しいです。やっぱりこうその留学中にどうしてもこう体調崩しちゃったりとか食事が合わないとか、そういう風な形になるっていうのが一番もったいないので、食事やっぱり非常に大事で、今回私こうやって実際食べて普通にこう美味しいで、多分これで体調崩すことないだろうなと思いますので、そういう意味ではかなりこう食事面生活面っていう意味で言ったらお墨付きが出る、そういう学校かなとは思います。Yeah.